今回は米田コーヒー店の7000円の福袋を紹介します。こちらの商品は年内に予約を受付して、でお正月に商品がもらえるので、初売りで早くから並んだりして購入する必要がないので、比較的手に入れやすい福袋になっています。私は今回7000円のものを購入しましたが、5000円のタイプもあります。はい、では今回は7000円を購入したので今から見ていきたいと思います。7000円の福袋はトートバッグがデニム柄のトートバッグになっています。縁と持ち手のところがコーデュロイ生地になってて、すごいしっかりした生地で普通にいい感じのトートバッグです。全然こう安っぽさがなくてカチッとしてます。すっごいしっかりしてる。トートバッグの中はこんな感じ。内ポケットが1個ついてて、でコメダのロゴが全体に散りばめられてあるデザインになってます。では中に入っているものを1個ずつ見ていきましょう。ではまず1つ目、取り出しやすいのから、はい、これ、はい、まずはこちら、コメダのオリジナルのブランケットです。はい、当ててみました。なんかちょっとチクチク感を感じる素材ですね。あ、ボタンついてる。ステッチが可愛らしいですね。こんな感じのステッチです。はい、ここになんか引っ掛けるとこもついてます。なんか手作り感な感じが可愛い。中はふわふわの生地で、外側はスムース生地っていうのかな、素材が違いますね。全然映りきらないですけど、幅がちょっと狭い、ね、なんか短いマフラーみたいな感じになってます。ポリエステル 100% らしいです。それでちょっとチクチクするのかな。まず1個目ブランケットでした。はい、では次いきます。はい、次はこちら、オリジナルエコバッグです。タータンチェック柄のバッグになってます。これは可愛いですね。裏に説明が書いてある。世界では毎年少なくとも800万トンものプラスチックゴミが海に流出していると言われています。エコバッグを使用することで少しでもプラスチックゴミの削減につなげられたら、そんな思いで制作しましたってことです。今最近スーパーって全然どこもビニール袋くれないですよね。もうね、全部こういうの持ってっていかない、持っていかないとって感じですよね。はい、かわいい、これかわいいね。コメダのロゴも入ってるんですから、ね、これかわいい。形もなんかちょっとかわいい感じの形になってます。はい、エコバッグにしてはちょっとちっちゃめな感じですが、紐が太いんで持ちやすくていいんじゃないかな。はい、では次3つ目いきます。はい、3つ目はこちらです。はい、箱から出してみます。コメダコーヒーのロゴの入ったお弁当箱です。このお弁当箱ね、コーヒーを抽出した後に残るコーヒーカスがあるんですけども、それを使って作ったお弁当箱だそうです。こうね、よく見るとね、黒いねポツポツがあるんですね。これがだからもしかしたらコーヒーカスなのかな。はい、お弁当の中はこれは二段弁当ですね。で、こうで、で、こうする。はい、こんな感じです。で、食べ終わったらさっきみたいにくるっとひっくり返せばコンパクトに持って帰ることができます。ちっちゃくなりました。コメダのオリジナルグッズは以上4点になります。トートバッグとブランケットと
エコバッグとお弁当箱で、あとは中に金券類とコーヒーなどが入ってます。はい、見てみましょう。はい、まずはドリップコーヒー、ハッピーニューイヤー2020って書いてあるドリップパックです。ネズミのイラストの描いたすごい可愛いパッケージになっています。で、次レギュラーコーヒーですね。こちらもハッピーニューイヤー2020って書いてます。福祉ブレンド、200g 入っています。はい、そして次メインがこちらですね。中に入っているのはまずコーヒーチケット、これね、店舗によって枚数は違うらしいんですけど、私が購入したところは9枚綴りのコーヒーチケットです。これが1冊で、もう1つ、米宝くじ付きの新春スナックチケットです。はい、これね、はい、こんな感じでドミグラスバーガー引き換え券、ミックスサンド引き換え券、コミチキ引き換え券、たっぷり卵ピザトーストの引き換え券、ミニシロノワール引き換え券、山食パン引き換え券、はい、これだけがついたスナックチケット、はい、これがついてきます。コーヒーチケット、スナックチケット、コーヒー、このあたりでほとんど全部7000円分ぐらいは回収できるぐらいの内容になってます。で、それに加えてコメダオリジナルのグッズが4点もついてくるので、すごくお得な内容になってると思います。コメダは年内に予約して年明けに福袋をもらいに行けるっていう手に入れやすい福袋になってるんで、気になる方はぜひ来年コメダの福袋購入してみてはいかがでしょうか。予約はね、いつもどれぐらいかな、12月ぐらいから始まってたと思います。公式のねホームページに福袋の予約開始しましたみたいな告知も出るんで、こう12月ぐらい入ったらね、ホームページちょこちょこっと確認してたらすぐ見つけることができると思います。よかったら参考にしてください。はい、では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。